おい霊夢、もう始まってるぞな。あ、いけね。コンパルサー。コンニューホライズンズ。チャンネル友人1周年企画、キャリアモードムーンタイムアタック。4時間目。前回の3時間目は。まあ、知りたかったら前回を見てちょうだい。なんじゃそら。いや、まあね。少し前のテレビドラマみたいに、先週見逃したーとかあっても、前のやつ普通に見れるじゃない？だから前回の振り返りはしなくていいかなーって。てかさ、地上波でやったドラマの続きをネット配信でって、あれ詐欺じゃない？話ずれてる。5本。4時間目張り切っていってみよう。唐突。霊夢が変なこと言ってるからタイマー動き出してしまったんじゃ。動かしたのは局長よ。今回は何から始めるのかしらね。3時間目でパラシュートの案件が残ってしまっとったから、まずはそれから片付けるんじゃなかろうかのー。運営本部を覗いてるわね。ついでにこなせそうな案件がなかったか確認しとるようじゃな。一回のミッションで複数の依頼をこなせれば、それだけ時間的にも資金的にも余裕が生まれるからね。SPH に来たようじゃな。ってことはやっぱり飛行機でパラシュート案件ね。じゃが、SPH に来たってことは、前回の機体をそのまま使用するってわけでもなさそうじゃな。そうね、回収しないならホーム画面の滑走路から、直接機体の指定をして飛び立つだろうしね。南極観測隊をばらし始めたわね。機体に直接取り付けられるように回収してるみたいじゃな。でも、MK16 パラシュートの依頼って、運搬契約じゃなかったっけ？稼働テスト契約じゃなかったら適当に、つければいいんじゃないかしら。おそらく一緒に受けてるマーク 2R の契約と勘違いしておるな。やっぱりね。今回のエンジンはより小型のジュノーを選択したみたいね。ジュノーで大丈夫なのかのー。2機つけてるとはいえ、このエンジンかなり推力が低いんじゃが。そもそも勘違いしてるからね。今回受けてる MK16 の依頼は 7000m 以上まで上がらないといけないからな。最悪、依頼高度まで上がれないで戻ってくることになるかもしれんぞ。普段からチャランポランなことばっかやってるから、どう対処するのか見ものね。機体の製作はこれからギアをつけるところね。前回研究した小型の格納式ギアじゃな。ギアの位置決めは慎重ね、局長。下手なところにつけると離陸滑走してる時にバランスを崩してしまうからな。そうなると飛ぶ前にボカンじゃ。MK2R の方も一緒につけるみたいね。これで今回のミッションが無駄になるってことはなくなったのー。最後に垂直尾翼をつけて完成じゃな。サービスベイには何も入れないのかしら。今回は科学調査の依頼じゃないからの。もしこの機体を今後使うことになった場合のために先につけてるだけなんじゃろな。完成したようね。頼りない機体じゃのー。乗るかそるかってところね。でレスボカーンじゃ。演技悪いよ。飛行の準備が整ったみたいね。無事に戻ってくるのを祈るのみじゃな。てか、MK2R パラシュートはなんで2個つけてるのかしら。1個だとつける場所を考えるのが面倒だったんじゃろ。動くパーツはできる限り他のパーツと干渉しないようにするっていう変な制約を課してるから面倒なことになるんじゃ。この世界だと同じ機体についてるパーツ同士ならぶつかっても問題ないのにねー。発進したようじゃな。全然加速力がないわね。あのアゴのことじゃ、今頃、やべ、エンジン間違えたなって思ってる頃じゃろて。思ってましたも。少なくとも胸を張っていうことではないわね。平時運行、いつも通りじゃろ。だからごまかせるのよ。仕方なかろうて、そんなアゴに刺激されてるんじゃから。わしら召喚獣か。全然飛び立たないわね。これじゃ機体が得られる揚力も少ないじゃろし、ギアの位置も調整できてないからな。結局ジャンプ台しようじゃな。これから高度を上げていって一路 7000m 上空を目指すんじゃ。本当にこんなんで 7000m まで上がれるのかしら。上昇、水平飛行、加速を繰り返してやっとあと少しで 7000m に到着よ。言わんこっちゃない。ジュノー2機じゃやっぱりきつかったようね。7000m に到達、契約完了じゃな。MK2R のテストはここまで上がってくる途中でこなしてあるわ。それ逆感じゃな。こんな感じだと着陸も不安ね。回をまたいで4連続で失敗か。消された1回の成功。あんな下手くそな着陸を成功に含めるんじゃ、まだまだじゃな。どうもすいやせん。今回は西側から降りるみたいね。上昇するのに南向きで飛行してて右旋回したからな。結局、回収してまでこの形にしたいにあったのかしら。そ
そもそも MK16 パラシュートを契約上展開しないといけないって勘違いしてたからな。元の機体にアタッチメントとかでちょこっとつけてしまえば済んでた話じゃろな。ロール性能はそこそこあるようじゃから、着陸時とかに困ることはないじゃろだ。そこ止まりの機体じゃな。今後は使わないってこと？パラシュート案件も片付いたし、この機体をってよりかは、飛行機をもう使わないじゃろな。いざむね、って感じね。まだ資金稼ぎじゃろな。まだやるんですか？濃度解放とかのセオリーをぶち破ればいけないこともないじゃろけどな。今回は普通にプレイしての時間計測って方針みたいじゃから、施設のアップグレードのことを考えたらまだ資金が足らんぞな。そういえば、旅客案件を一件受けてたわね。資金稼ぎの方法を旅客にシフトじゃろな。停止を確認しました。今回は無難に着陸ができたようね。この案件だけで32分も使ったら、後々結果に響きそうじゃな。戻ってまた回収するよりか、無理くりやった方が早いって判断だったんでしょうね。それじゃ回収。2件一気にこなしたから、3万ルートくらいは稼げたわね。地味にサイエンスポイントも 3.8 稼いでるぞな。上昇中にクルーレポートを取ってたし、案件の中にはサイエンスポイントをもらえるのもあるからね。それで VAB へ。あれ？ SPH に行くのかしら？何か迷っとるの。やっぱ VAB に行くわね。何を迷ってたのかしら、局長。あのアホはいつもロケットも SPH で製作しとるからな。いつもの癖で SPH に行きそうになってただけじゃないかの。SPH でロケット製作ってやりづらいんじゃないかしら。VAB のズームとかの操作が面倒なんじゃろ。SPH ならマウスだけでそこら辺の操作ができちゃうからね。後ろでは機体の製作が進んでるわね。やはりキャビンを搭載しているから、旅客をこなすみたいじゃな。キャビン2つで計4人の緑さん旅客に対応って感じね。この機体がうまくいけば、旅客でガッポガッポじゃ。キャリアモードの序盤で一番稼ぎやすい依頼だからね。カービンの準軌道や周回、ムーンの周回投入ができるロケットくらいなら、比較的安価に製作できるからな。1回の打ち上げで4人以上旅客を乗せられる機体なら、十分利益が出せるからね。1人とか2人だと赤字になるから注意じゃな。基本的な構成は以前からのロケットと変わらないわね。ブースター、1段目、そして上段の旅客モジュールじゃな。周回軌道に入れるように、1段目の燃料タンクを増やしておるな。てか、この上段の構成って、2時間目だかどっかで再突入時のバランスが悪いって言ってなかったかしら。言った覚えがある。あの時はフィンをつけてなんとかバランスを取ってたけど、今回はつけないのかしら？何かしら、今の意味深な内容の名言は？ホーキング博士の名言じゃな。しかも、いつもと違う BGM がかかってるわよ。まるでレクエー。言っちゃダメよ。そういうのは言ったら現実になっちゃうんだから。もう手遅れじゃろ。なんか嫌な雰囲気ね。BGM 変えてみようかしら。もっと悲しくなってる。どういう結果かはわからんか、ほぼ確定じゃな。そうね。事故ります。ここからはあえてそのことには触れないでいきましょ。ブースターは切り離し成功じゃな。炎天 174km でエンジンは停止したわね。その高度で周回軌道に移行するようじゃな。追加の噴射で炎天が 190km になったわね。燃料が余ってもどうせ捨てるからな。今後のことも考えて、この機体でこの残燃料だとどこまで上がれるかも見ているみたいじゃな。これから炎天近くまで移動して周回軌道マニューバの実行ね。炎天近くに到着じゃ。随分残燃料ギリギリを攻めたわね。近線も 70km 以上になんとか持っていけたわね。炎天を少し上げすぎてしまったようじゃな。何はともあれ、これで周回軌道旅客は達成ね。それじゃ帰還するぞな。はいよ。達成したんじゃから、もうぐるぐる回ってる必要はなかろうて。これじゃ弾道軌道と大して変わらないじゃない。ミロレイム、ちゃんと回っておるぞ。事実じゃなくて時間的な問題よ。逆噴射の位置までの移動で20分は回ってるから大丈夫じゃろ。一周ぐらいはしろ。って言ってる間に逆噴射完了じゃ。こんな余韻が感じられない宇宙旅行したくないわ。この後は1段目の切り離しね。
ちゃんと向きを変えてからの切り離しじゃ。着光にしたまま切り離しちゃうと、再突入時に大気の抵抗の差で機体の近くを通過しちゃう時があるからね。切り離しじゃ。切り離しも無事に完了じゃな。して霊夢、今のインシデントの件はフラグか？ノーコメントでお願いします。なんじゃそりゃ。次回以降交互期待。回収するかは未定です。再突入開始ね。切り離した一段目は遥か下じゃな。今回は衝突の危険性はなさそうね。減速した後の高度があるときに切り離ししたからじゃな。断熱材も十分残ってるわね。ここ、気まぐれのグートールの時に来たところらへんじゃな。シャープ4の飛行シーンのことね。あんな機体を作って何をする気なんじゃろな、局長は。私が聞いているのは、何かしらの記念の時に不定期企画を開始するってことぐらいね。十分新情報じゃろ、それ。やべ、ひみこさんに怒られるわ。次の記念って言ったら、だいぶ気象が近くなってきたわね。今のところは何も問題ないわ。やっぱりね。ピンがついてないからこらえきれなかったようじゃな。で、いつの間に BGM 戻ってるし。バランスを崩してもうまく抵抗が増大して減速してくれればまだ道はあるんじゃ。そうよ、まだ諦めるには早いわ。本当は弱気。やばいな。抵抗の少ない先端が前に向いちゃったわね。海抜1万4000メートル、速度は1100メーター毎秒。減速しづらい頭頂部から、このモジュールじゃ方向転換も無理。積んだな。全く減速できてないんじゃ。せめても最後まで見届けましょ。悪あがきのドラッグシュートとパラシュートの起動じゃな。ヘブさん、あなたのことは忘れないわ。はかはかなじゃ。電波の喪失を確認。今回の教訓を糧にして、ムーンを目指すんじゃ。悲壮感たっぷりなところすみませんが、打ち上げ前に戻しますからね。じゃないわよ。ってことで SPH に戻ってきたぞな。今回はもう打ち上げとかは厳しそうね。じゃから次回のリベンジに向けた、この旅客型ロケットの回収をするぞな。回収って言っても旅客モジュールにピンつけるだけでしょ。重心と揚力中心の関係もちゃんと見るぞな。痛くて普通のことじゃ。この位置関係で言うと、重心より揚力中心が少しだけ高い位置になるようにフィンは取り付けておるぞな。てか、今更なんだけど、なんでほぼ同じ機体なのに2時間目で使った旅客型ロケットを使わなかったの？いやー、今回この機体を作るときにゆるゆる宇宙開発の英雄さんで使ったある程度の大人数の旅客ができるロケットを作ろうと思ってたんだけど、あっちって接続強化のモッドが入ってるしって思ってたら結局2時間目で作った機体とほぼ同じになっちゃったんだよね。ダサいローバーの時と同じ。計画性のなさゆえって感じじゃな。次回はこのリベンジからってことになりそうね。そうじゃろな。果たして次回フラグは回収されるのか。そんなことないのが一番よ。交互期待です。期待しちゃダメよ。ほれ霊夢、そろそろ時間じゃぞ。タイマーストップ。次回はこの3時間59分からのスタートになります。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。次回も見てねー。チャンネル登録は左上のアイコンからだぜー。楽しかったら高評価、つまらなかったら低評価をよろしくな。コメントも待ってるんだぜー。